万劇ミッドナイトパーティー。こんばんはマルセイユです。マルセーユベップです。三月の五日でございますか。はい。もうね三月ですよ。卒業シーズン？卒業シーズンやね。四月はね三月卒業して四月入学まあ入社の方もいらっしゃるでしょうしね。だから用意一年の四分の一がそうかね。

29なんですけどで29何回まだほんで <laughs> まだ20代何回まだでももう20代が終わるそのよう言うや25ぐらいまではなんかまだ余裕やけど26ぐらいからあれ早いみたいな、うんうん、ほんで俺28になってから30やっぱちょっと怖いもんな、うん、怖いって言い方があの適切かどうかわからんけど、うん、うわもう30やあの当時小学校とかの時っておっちゃんと思ってた年齢に、うんうん もう我々もなってきてるのだということのなかなかね30って言いたくないよ30になった時はなったらでも結構パンってなるって言わへんいやこれね一時やっぱ30超えだしたらなんかあんまり言いたくないよ <うん S 1> ちょっとやっぱ20代引きずる<ー>確かにちょっとね太ってきてるからねまた。 このラジオでもうたびたび言うてるけどその波激しいよなベプシャ痩せてる時なんか一気に痩せて多分リバウンドで飯食って酒飲んでまた太ってもってのほんとねんで太ってるか分かんないんですよで飯とやっぱ睡眠もあるやろうしねまあまあ寝てないのも顔むくんでるというのもあるやろうしそう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 酒飲んで暴飲暴食してないんですよ僕何倍ぐらい飲むその多い時で酒ですか焼酎のりを ヘロヘロになるまで何 <laughs> いやそれやんだから <laughs> いやだからそれやん<も>明確な理由やん当ててないよなんも当ててないどうどう当てを食べてないというかそれが良くないですよねうーわーそれか,かちょっと、うん、な毎日それやったらやっぱあれからまあ飲まんのはちょっとストレスなるんやったら、うんうん、家でもう今日は明日早く寝るときは一杯一杯だけとかけもうビール一本だけとかにしたらあ<ー>それで結構でもね本当変わる 歩くとかであなたよく自転車で乗ってます<ー>僕だから最近まで家近いけど劇場とか駅までも歩くようにして歩くにそうそうそうしたらなんか木,木がなんか痩せてる運動してる気するよ、ね、なんかそれもあるんちゃううんちょっとマジでちょっと自分で鏡見て、うん、あ太ったなって分かるぐらいやから相当やと思うんです <laughs> なんかモニターとか,なんかこの前ね劇場の。 あの極新喜劇と吉本漫才劇場の中で新喜劇の座員の方と、うん、若手の方と、うん、吉本、えー、漫才劇場のメンバーがコラボする新喜劇っていうのがね<奇>毎週、えー、土日。 やっててねこれが大盛り上がりの30分ぐらいのお芝居なんですけど別府君だけで呼んでいただいてダンサーの役でね振付師みたいな役で出て行ってでわーって笑かしてたんですけど楽屋でね何人かで見てて誰やったかな先輩がなんかなんか引きかけがあるんですよんか「おいおい」みたいなの出てきて別府が走って出てくる時に「いや無調さんやん」って言って。 ダンスはやっぱさすがやねやっ,ぱ<ー>やっぱねその出てきた時の、うん、あいつもうちょっとなんかフレッシュやったよなみたいなわそれはマジであかんわ、ね、ほんまにあの洗顔とかもせんとかしてたやんかそのケアとかね化粧水するとか、うんうん、化粧水は始めたからね <laughs> 遅いけどな <laughs> まあなんか、うん、なんやろうなちょっとシャンプーとかでもまあちょっと気ぃつけたもんするとかなシャンプーねうん、うん、なんかそういうあでもボディーソープはオーガニックにした <laughs> 匂い、うん、匂いその匂い系でね。うん、あのー、ちょっと来てるんですよ何。この導かれ方。<laughs> <laughs> <laughs> 何これ？よくぞ<う>穴に落ちてくれました <laughs>。穴落ちたな、確実に。<laughs> いやまあでもこれは、うん、あのリスナーさんからのねお便りでございまして、岡山市にお住まいのラジオネームフレミングの左手さんから、えー、いただきました。はいえー、僕がね津田さんが2ヶ月ほど前から言われているベップさんの講習について何かお力添えできればいいなと思いメールを送らせていただきました。うん 私も自分の口臭を気にしているので別府さんのお気持ちがよくわかります。ます私は対策として液体歯磨きのクリニカを用いていてます、うん、個人的な意見ですがいつも通り歯磨きをした後、えー、使い方に沿ってクリニカで歯磨きを行いもう一度いつも通りの歯磨きを行うとより効果が期待できました。うんえー、ぜひ試してみててみくだださいい、うん、から、えー、歯磨,いて一回磨いて で液体歯磨きのクリニカで<ー>洗ってグチュグチュペしてでうんで使い方に沿ってクリニカで歯磨きを行いもう一回するってこともう一度いつもだから2回か3回するってことですよね歯磨きをは<ー>短いよだって歯磨き何分ぐらい磨くん僕お風呂でお風呂入ってる時磨くんですけど、うん、5分は磨かないですねえー、それもあるで34分ぐらい うわめっちゃあれやろもうはめハミ焼をつけるタイプやろめっちゃつけるうわそれ一番悲しいで<え>ほんまちょっとの量で用意小豆サイズのやつでもうほんまにまあ20分は言い過ぎやけど、うん、僕でも10分15分もあの吐くのとこと、えー、それやるようになったらほんまに変わるでまあそ面倒いっちゃ面倒いけどなうんでも ちょっと変わりたいから、俺。ドラマのワンシーンみたいに言うな。よ変わりたくて春。いや、何も言えなくて、夏みたいに。変わりたくて春やから。俺変わりたくて。春多分な、でも、ほんま歯医者行ったら、一撃や、今日。多分、もう、は、歯茎を掃除したら、多分、歯茎に多分。多分、そう、思考が溜まってるから。そう、そう、そう。自分でも、わかる。 <laughs> たまにやるやん、うん、俺もたまにもうあれ曲祭なみたいな日あるやんずっとそれやろ多分多分そうっすよ俺もそうやったから、うん、あんまり歯医者週1回行ったら、うん それバレンタインのイベントも祇園か月っていうとこであってねあっ祇園の祇園か月っていうね京都の劇場でね楽しかったバレンタインのね結構ねえしゃって祇園であんな入ってるの結構すごいぐらいのね俺俺が今喋ってるから盛り上がったね祇園か月っていうね劇場ねスーパーマラドーナさんとスマイルさんが主催でやられてるね本間ものバレンタインというイベントでねちょっと遅れての遅れてる1週間後のバレンタインイベントでねお客さんが好きな芸人にチョコ ボックスみたいなとこに入場の時に入れていただいて最後に集計結果を発表するみたいな欄がありまして1位が稲田さんだったかなアインシュタインの稲田さんで2位がゆずるさんアインシュタインさんがワンツーフィニッシュでみたいな「あ稲田さんとゆずるさんちゃうんや」みたいな「ゆずるさんが1位やと思ってた」みたいな空気あって最後じゃあ最下位見てみましょうかみたいなね3人残ってて1人がマジカルラブリーの村上さん東京から来られててねまあまあまあタイプ的

あのその最下位の3人と、うん、1>, あの1位が空いてなかったでしょそそそうそうそうそ<の>どっちかがの、うんえー、残ってるどっちかというかねどっちも残ってて誰が1位かベベかみたいな、うん、まあまあで2位のゆずるさん出てて、うん、あれ俺ゆずるさん抜いたかもしれんって思ってたぐらい <laughs> そ,んそんなわけないやん思ってたぐらいちょっとその時おかしかったからだからもうそこで出てきたから4個。 でもその4人はありがたいしもちろんねバレンタインのイベント前の週にあったというのもまあ加味してやけどでもやっぱ俺悲しかったな何より悲しかったのが「ベベヤ!」っていじられてる時にちゃんと下向いて落ち込んでたのが「わーい!」とか何か言ってほしかったけど「あマジっすか」みたいな感じかこういうのが初めてでなんかリアクションがわからんかったというかいやあれはちょっとねでもいい機会なんじゃないだからこうういまあ 性格やつだし顔も別にブスじゃないやん理由明確やん太ってきてまあちょっとケアしなあかんとこがあかんから本当そのチョコくれた4人が一団結してましたからね「ささん頑張ってくだい今日もチケット売りしてたら「あの祇園のバネタイメージできました」つって「ああそうなんやありがとう」っつって。 ベップさんにチョコを入れたの四人のうちの私が一人ですあーいじってるやんもう <laughs> いや A 子やったねむちゃくちゃ A 子やったねありがとうなー言ってうわ入れて<の>ちょっとその子おいしなってるやんいやいやそんなことないいやほんまに多分好きでベップくんのいっぱい、まあ、もちろんね、うん、その時たまたま来れなかった人もいるでしょうけども、うん、でもやっぱ高典とベップはまじでま、うん、高典も俺意外とめちゃくちゃやばいと思うけどなまあでも僕はダンスとかもしててそのねこうちょっ ちょっとこうポップな感じでやってるから余計ちょっとショックはでかかったのでやっぱりちょっといろいろ変えていかなあかんなああだから僕二26とかですかね2 6六位ぐらいですかね多分かちょっと低いなと思いましたけどああ俺の6倍いやそこの負けん様みたいあるやけどたまたまねたまたま言っていただいた方がそうやったその時に来ていただいた方がね何位でしたっけ 6だから俺は多分稲田さんゆずに、うんうん、で新山皆川竹史さん俺とかそんなんだじゃああそっかそっかうんだか武史さんに負けてると思ってなかったからちょっとあ武さんに負けたと思ったけど竹史さんやっぱいろいろいるんすねやっぱファンの方いやまあまあそのメインのイベントっていうのもあるやろうけどね、はあ、そっかでもずっと俺に竹史さんが「お前に俺分かった」 お分かってた劇場で結婚してなくて子供もおらんのに俺に負けたお前はクソやみたいなえせ人気も人気なんか別にないからね二十何個もらえるだけまあそれはそういうイベントやからねそうですねありがたいですけどまあ次はリベンジしたいなとまあ夏にねまたあるからそうや僕二回やったんや二冠取ったんじゃないですか僕そのチェキそのイベントの話ばっかなったけどチェキねお客さん抽選であげて芸人が17人ぐらいおって。 指名してその人とちょっとこうんていうんですかラブラブな写真撮れるみたいなコーナーで選ばれなかった3人2冠ですからね僕2冠だったんですよ。そやなどっちかはな俺もギリギリまで残ったけどまあどうだったらもう負けるかどっちかかなコンビ残ってる方が面白いかなと思ったけどたまたまね選んで頂いてほんまその時ももう客席をね罰ゲームでなんか面白い 動きで歩くみたいな時にほんまに別府だけ落ち込んでるなんてちっちゃい声で稲田さんが初めてのやっぱ経験ってやっぱでも何事もやっぱ経験やねそうですよあれで多分まずちょっとあの次最下位の時のやっぱリアクションはもうそれますかお笑い芸人ですからそのかっこいいでやってないですからそうそうそうその時にやっぱ下向いてたのが俺は悲しかった滑ってもいいから行きますぜではいてほしかったけどねまあそこはねまあ次は まあ次は見てて、あ再回取らんけど。ほんまやっていこう。だから、うん、SNS もそうやし、うん、なんかイベント売ってとか、うん、なんかそういうのから変わっていくかもしらんからね。そうで,すねでもまあここの聞いてる丸、うん、ルユリズの方は、うん、レップ君のこと好きでしょうからね。ちょっとなんかね。は 慰めの <laughs> 慰めの、ね、あのねやれば <laughs> なりね、うん、出待ちの時なんかいただきたいと思います、はい、またください、えー、もう一つねまあちょっと話ざざっと変わるんですけど、うん、えっとね東香川市におす香川県からありがとうございますラジオネーム豆大福さんからいただきましたおかおかえー、先日 拝見したお二人の漫才の参観日のネタ「参観日」っていう、ね、設定の漫才、はい、YouTube に「はい、マルセイチャンネル」というチャンネルで上がってるんですけども、はいえー、のネタの中で、えー、調理実習のくだりがありましたが、うん、私の学校では三冠美で料理理を振る舞う調理実習の授業があありましたんねや,あんねやお二人の漫才を見て初めて珍しいことだと気づきました。うん また最近目玉焼きにケチャップをつけることや、うん、きゅうりに醤油をかけることなど自分が当たり前に思っていたことが少し周りとずれていると気づくことがよくあります、うんえー、お二人は自分がずっと当たり前だと思っていたけど実は他の人と違っていた習慣や癖はありますかという、うん、あるねんね調理実習のね。 ま地域によってたんかな。国語が多かったようなイメージやな。んかな。はい国語。国語で作文読むみたいななんかイメージね。もう古いんかもしれんな。ま地域によって変わるかもしれんけど。ま調理実習とかの方がこう触れ合うから。そういうのが見れるからいいみたいになってんのかもしれないね。目玉焼きにケチャップ。目玉焼きケチャップか。何これこの議論はずっとあるでしょ。オムライスみたいなことになるんでしょ。ああまあ言うたそうやね。うん。 何派単純にべプ君。え目玉焼きに、うん、醤油ほーなるほどね<何>まあまあ俺はずっとマヨネーズやねんえこれもでも変って言われんねん下にハムとかひいてるみたいなことじゃなくてじゃなくてもうちっちゃい頃から家が別に選べるけどもうマヨネーズやったから、えー、別に醤油もソースも好きやねんで塩もうん、うん、塩コショウだけも好きやねんけど、うん、なんかマヨネーズうーん いやなんか味濃いのが多分好きやったというかもあるんやけどきゅうりに醤油はまだあるんやけどきゅうりに醤油は全然塩が多いかなもろみとかもろみとかねうんあるけどね当たり前だと思ったけど実は他の人と違う習慣ええ何やろな何やろうわでも結構思うのがお風呂上がってバスマットに行く前に俺足とか全部拭くねんあああ ババススママッットトしたらバスマットが濡れへんやんか他の、まあ、俺家族結構あの2世帯で住んでたから<ー>さっき誰かがそれ濡れたままあのバスマット使ったらつい日び,びしょびしょになるからもう全部洗,いあの洗ったやつ拭,き拭いてからバスマットに乗りなさいって言われてたけど結構みんなやってへんよな<ー>バスマットにそのままもう足バスマットで足拭くみたいな、うん、あそう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 ,そうみたいなお前どっちあ僕も ちゃんんと拭いいててかから上がんなさいって言われて<ー>そうですね確かにこれもだから意外と結構珍しい<ー>それこそあのー、卵焼きに砂糖あうちは卵焼きそうですよ九州ですよ九州は僕も九州やったから多分あんまないですよ大阪はね<え>うだからお弁当とかで卵焼きやったらめっちゃちょうだいって言われるああ<ー>そう,あそう僕もめちゃくちゃ言われたな甘い卵焼きやろうた、まうわあんまうまーってその言われたで僕んちの なんか卵焼きはタカコが作ってるのタカがタカコ特製？セもともと芸人やってたんですよいやもうええわなんでセルフで発動すんだよもともとねあれだいたい誰かが言ってやでなんでセルフで発動すんだよもともと芸人やってたおかんなんですけどどこでやってたの福岡でフリーもうええわトラウマなるわユリアそんな笑うなおらんねんユリアダミーのユリアおらんやろ何もんのだから栄養士だからあーそういうこともうめちゃくちゃ真っ黄色 卵がだからもう目玉焼き入ってることが嬉しくて嬉しくてたまんなかったですね。目玉焼きがベリー入ってる。ごめんなさいえっと卵焼き。卵焼き卵。君ずるずるなるやん。びっくりするわ。卵焼き卵焼き。他あったなんか。あのうち二階だってやったんですけど、階段あってその階段をちょっとリズムよく降りるのが兄弟の中で。 テテてテテテテてテテテテッテテみたいなあなるほどなんか階段降りるみたいな分からん分からんでもないけどな, <laughs>、うん、なんやろうななんか替え歌とかもしてたな替え歌な,な<ー>うんでもなんやろうな,なんかむっちゃ普通のことが多かったから俺はその、うん、お,お茶飲んだあかんとかご飯中あえった飲んでいいけど その行儀悪いから極力飲,み飲んだあかん流し込むこととかうん,うんそんなんはあったから <laughs> 左ご飯味噌汁汁もんで汁もんから食べなさいとかん<ー>かそんなんはうるさかったかなテレビつけんなとかねテレビつけんなあったねうん,なんやろうな「てんでんて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 てててててりるがお前の一番の <laughs> <laughs> の」とかあのー <laughs> ハウスバーモントカレープシュッとかそってそん,なんやねんそれ <laughs> そんな習慣かそれ弟と唾かけ合ううっていう <laughs> 最悪やなそれそれ今でもあの嫌や,やろお前のなんかもうたら顔浴びたら皮膚溶けるやろ <laughs> <laughs> エイリアンちゃうねん <laughs> でも今はこう唾かけ合わないっすけどこんなんやってたなとか言って笑う、まあ、いい思い出としてねうん はあまあそれぞれね習慣はまあそれこそつぼったちゃんとかにねつながってくるんかもしれませんけれどもまあ皆さん「ハッシュタグ丸より」の方でつぶやいていただきたいと思います。今週の坪田ちゃんのコーナーではですねえゲストに漫才劇場のメンバーを迎えまして皆さんの身の回りのツボにはまった話をご紹介していきます。今週のゲストトはロングコートダディ ねセンス、はい、センスコントしですね。めちゃめちゃ大好きです僕。うん、さあ皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。えー、我々の質問メッセージつぼたちゃん何でもオッケーでございます。メールの宛先 mg アットマーク mbs 一一七九ドット c o m mg アットマーク m m b s 一一七九ドットコムまででございます、えー。採用された方にはマルセウの、えー、マルセウと今週のゲストの直筆サイン識紙そしてマルセイユのステッカーをプレゼントいたします。 必ずお名前、おところ連絡先を書いて送ってきてください。たくさんのメッセージお待ちしております。ちょっとなんかね、あのーうん、ステッカーがね、入荷とか、いろいろなことでね、あ,あの。滞ってるということはあるらしいんですけど、まあ、その必ずお届けしますので。はい、はい、少々お待ちいただきたいと思います。はい、ということでございまして、この後はロングコートダディのお二人が登場です。今週のつぼったちゃーん。 さあここからは皆さんのツボにはまった人の行動や口癖出来事などを一緒にトークしようというコーナーでございます家族友達学校の先生ペット街中で見つけた見知らぬ人の行動などな、えー、どんなことでも ok でございますそしてコーナーの最後には、えー、我々の独断で最も優れていたと思われるモストバリアボーツボタちゃん M. V. T. でございますね。こちらを決定したいと思います。さあ、このコーナーからは漫才劇場メンバーも一緒に盛り上げてくれます。今週のゲスト、この方です。どうぞ。こんばんは。<な>ロングコードだね。うさぎ、はなははや。おい。 あれ少しずつ言うていく感じでした。すいません、ロンコッドダジです。はい、こんばんは。お願いします。お願いします。お願いします。ロンコッドダジはい、やってきました。大好きなね、もう僕はネタネタ職人のねイメージがありますけど。あらららら。あららら、そんな風に思っていただいてたんですか。あんまウサギには思ってないといった視線。もっと見てください。どうまいにはやっぱり。二人合わせてロンコッドダジですまあそれはもちろんね。はい。そりゃそうですよ皆さん。ウサギとどうまい。まあウサギはね。 芸名でございまして、ね、芸名ですはい、えー、2009年形成この前ヤンスネ優勝でございましてありがとうございます,います僕らの次のヤングスネーク杯優勝がロングコートダディでございましてね、はい、今ありがとうございます一番熱い賞レースそう,そうですね,ですね取った人はどんどん結果出ていくというそうですよですはい。お伺いしてるんですけど、はい、なんか M1 とか取ってもやっぱりヤンスネ取ってなかったら 溺れてる人っておらんもんないやおるよ余裕でおるよそこまでこびんでいいよそこまで逆に戸惑いはると思うそこまでやったちょっとねウサギの芸名についてメッセージ頂いておりまして神戸市長区にお住まいのラジオネーム77さんから頂きましたマルセイユさんロングコートダディさんこんばんはゲストがロングコートダディさんだと聞いてメッセージを送らして もらいました私はずっと銀シャリさんが好きでその影響で満劇に通うことになりました <laughs>、えー、そこでびっくりしたのがうさぎさんという名前です、はいえー、うさぎさ,ん、えー、うなうなぎさんのように珍しい名前なんだなと思っていたら <laughs> まさかの芸名びっくりしました。はい ウサギさんの雰囲気的にも別に可愛い感じではないですがとてもウサギという名前が似合っていますそこで質問ですドーマエさんが動物で芸名をつけるとしたらどうしますかまたマルセイのお二人はどのように芸名にしますどのような芸名にしますか気になりますというなるほど僕にじゃないですねじゃドーマエと僕らにでした同じようなあのメールがラジオネームチャチャマッチさんからもいただいておりましてねウサギ とというのちょっ気になるというかこれでも僕かわいいというよりはかっこいい名前にしたいと思ってこれにしたんですだから漢字なんですねそう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 漢字一文字でうさぎってかっこよくないかって後輩が決めてくれたんですけどは確かにうさぎってな一文字かっこいすよそうなんですよ本名がねちょっと堂前がかっこいいじゃないですかもう堂前は下の名前は徹です堂前徹かっこいいな で本当に高高橋橋けけ翔翔太太ですすすちゃいまねどさんだからと言われてるもうほんまにかっこいい名前にしたいってことでもう堂前に名前負けずっとしてるんで名前負けって他人と比べるやつじゃないそうやな自分の名前に負けてるからそう前にそう前のライバル心ンがやっぱあんねんそうな昔はありましたね

ああ<ー>そういうこと<び>で感じもめっちゃかっこいいですしあれ。あっ漢字なんや、はい。感じあれかけへんやろ誰も。 うさぎもむずいでしょウサむずないってうさぎもむずうさぎにするわって最初の1か月かけへんかったん一人で青すぎるやろ手つけるとこどこかにあずいろちょっとすぎるやろそれはねさそりなかっこええなさそり俺ないやなすさきつねでしょああそうですね俺もどうも前もキツネこれ確かにメガネギツネメガネギツネトロキツネエプちゃんはツル すするるサイズちゃうけどな何、うん、でなんする「す<る>1 0 0千年」っていうやろ。

今、私は塾でアルバイトをしており歴史,、えー、歴史のテスト対策をすることが多いのですが、うん、ルイ14世の肖像画を見ていたら気のせいかもしれませんがどことなくうさぎさんに見えてきてしまいました。うん

ウサギやめてえ、ルイなんでなんてやった時にルイ14世になんとなく雰囲気似てるって理由も言うでやんウサギやったらかっこいいだけとかざっくりやんかガッツリ嘘ついてもいいけどなおじいちゃんなんですよおじいちゃん嘘つけるやろ国籍ちゃうかとさすがにバレるやんなんで開いてんねんなおじいちゃんって皆さんもチェックしてみてくださいあのルイ十四世でございますさあ何やかや喋ってましたかツボタちゃんでございましてなんかありました皆さん最近 にっ話最近ですか最近の話この前神崎さんと同じ天使と悪魔の神崎さんと同じイベントでちょっと大喜利するコーナーがありましてリハ終わってちょっと大喜利食っとこうかみたいな2人で考え始めたんですよ。崎さんもマジ あの末期みたいなペンでポーンってキャップ取って考え始めたんですけどあんまりお二人とも出てこないですねどうしようかみたいなまだ僕もまあ何個か出しながらまあその弱いやつもバーって書きながら書いててで神崎さんがずっと止まったままで「大丈夫なんかな?」と「全然出てないやん」と思って神崎さんが「あええの思いついたわ」って「ちょっと書こう」ってなんかあの紙にね書こうとしたんですけどその考えてる時間長すぎて。 マッキーカラカラなってて相当考えましたね長時間熟成やなむちゃくちゃおもろくてそれが考えの長すぎてそうやって締めてな書くときにな自信もないのにキャップ取って最初は一個美品ダメにしてるじゃないやそカラッカラになってておもろいな全然おもろいじないやんっていう かかありました。僕は、あのドーティの、ガオちゃんがやってる、うんてね、今ツインギターでやってる。あれ、俺、めっちゃおもろいわおもろいですねあれ、ガオちゃん、バーサス、おさるさん、サラリーマン。はい、あれが、めちゃくちゃおもろいですね。<laughs> おもろいな、あれ。うん、あれ、ぜひ、調べて、はい、これは、マジで見てほしいです。あのー、何個の吠え方は持ってないだっけ。 え今何個でしたっけ八丁この声え方を持ってる賀王ちゃんっていうピン芸人がいるんですけど「うんうん、な,なんとかボえ」とかねいろいろそれを毎日動画上げたりしてたんですけど、はい、一旦そのシリーズの延長線上で賀王、はい、ちゃん vs おさ,るさんおさるさんサラリーマンという、はい ガオちゃんとお猿さ,さんサラリーマンが戦うし、うん、まあそれ以上説明できないですけど、<laughs> はい、これも,、ね、もう見てもらった方が早いですね。うん、これはもう見ていくださ <laughs>、はい。でそれに対してそのリプライを送っているぐいぐい大脇さんの息子さんとの動画もめちゃくちゃいいです。これも含めて見てほしいです。そのまずガオちゃん皆さんツイッターでフォローしていただきまして、はい、でまあそのサラリーマンシリーズを見て、そ,うですその流れから大脇さんまで行くと。はい これがドーマイセット。はいで僕が今確認してるのはそのお猿さんサリーマンのシリーズがロックまで出てるんですけど、確かロックロックやったと思う。ロだけ備えです。徐々にちょっと薄なっていくみたいな。なんか薄なっていくというかまあちょっと変な方向にいってる部分もあるんで。ドーマイの持ってる。そうです。シナリオで。一二三四五ぐらいもずっとおもろいんで。漫画としてだからね。そうですね。あこんなこうなるんかいってなっちゃってる。えそのここがつぼったとかないの？ もうこれマジで見てほしいこれ言うのマジもったいないから。そうそうそうはい。ガオちゃんにしました。そうですね。持ったこれはぜひ皆さんフォローしてみてくださいね。はい。レップくんありましたなんか僕あのちょっと指太くて指が太い。ちょっと指まあ剣道とかやってたんで太いんですけどこの間あのちょっとチャーハン作ろうと思ってウィンナーをまな板で切てたんです。したら僕指とウィンナーが 一緒の感じに見えて、え？いや切りはしなかったんですけど、一瞬どっちかなってなりました。ウィンナー見て、色も一緒やしウィンナーと、いやま、一緒ではないけど、まあ似てる似てるから、怖い話やそれ、あの一瞬あんってこう自分の指がウィンナーになったんかなとか。 樋口何樋口むちゃくちゃお前がメルヘンなやつな樋口無事ウインナー使うなよ樋危ないな確かに樋口いやみんな使いますよそれはちょっと怖いな気をつけてくださいほんまに僕みたいになりますかねああ、無事なことになりますからね樋口気持ちのこと最悪やたいな。デッカイウインナーみたいなやつ。ラジオやから見えへんけどね自分のやってもらったみたいなね樋口僕ちょっとえ一個いいですか全然いいよ全然いいよ樋口僕アホってめっちゃ 天然みたいな言ってくるんですけどあ,<ー>あんま思ってなくて、はい、自分ではただ最近ひどいなって1個自分でそんな思ってない、はい、自分で1一個ありまして、うん、なんか、えー、マヨリカの坂本がちょっと飲み連れて行ってくださいよみたいな、うん、でもそれがマヨリカの単独前やったんですよ<ー>単独1週間ぐらい前で、うん、僕はいやいやお前ら単独あるやんけって 言いたかったんですけど何を思ったんか「いやお前らテクニックあるやんけ」あ違う単独単独あるやんけ」みたいなどういう変化をしたんかなっていうどうなってたんすかねそれ頭の中文字数もちゃうしな「テクニックあるやんけ」いやだからもう「立ち」っつってと行のブロックに頭の中の引き出しでかいなむっちゃ怖くて。 い,ね、いいですねこんな感じの内容の、うんえー、話がたくさんリスナーさんが届いておりますので「ロンコトダディ」と,といろいろ聞いていきたいと思いますまず私からいきましょうか、はいえー、池田市にお住まいのラジオネームみどりみどりさんからいただいた坪田ちゃんこちら。 あまごめんなさい間違えました。ここ間違えました。もう一回言っていいですか？うん。ごめんなさい。はい。なんか名前ずっと奈良奈良さんとかさんさんさんとか緑緑さん。すみません。続き続きのこれは普通のメールでした。あ、これだけごめんなさい。私が一番ぼーとしておりました。申し訳ございません。今のつぼった。お願いしますよ。今のだいぶおもろいシすわどこがや？アロテグレスだった。今のつぼった。すみません。大丈夫ですか？もう一回ここからで。すみません。はい。 じゃあ、えー、僕からいきたいと思いますまず大阪市住吉区にお住まいのラジオネームリンさんからいただいたつぼたちゃんこちら私は昨日数年ぶりに地元の動物園に行きました私のつぼった方はそこで出会った方々です、えー、中学生の頃以来ということもあり入園するまでは懐かしさとワクワクでいっぱいでしたはじめはコアラササで全然顔は見えなかったですが可愛かったです 次は猿。寝ていたり、木や柵に登っていたり、それはそれはものすごく可愛かったです。そして白クマエリアにたどり着きました。やはり白クマは大人気。人だかりでなかなか見える位置まで行く,に行くのに時間がかかりました、えー。やっとのことで見える位置に。カメラを準備。さあ、白クマを撮ろうとすると、後ろから女性二人組の声が聞こえてきました。うわめっちゃおっさんやん、と。 確かに白い確かに少ししおじさんっぽい顔でした <laughs> その後白熊は水に一旦潜り「ザブーン!」と出てくる芸を披露周りのお客さんは「わーすごいかわいい!」と喜び驚いている中女性2人組は「えやべえマジブサ!」と 私はもうその温度差に笑いをこらえのに必死でした、うん、え写真を撮ることも懐かしさもどこかにぶっ飛んでしまいさすが大阪だなと思えた一日でした<ー>お客さんが 冷めてるというのかな、完全に人間として見てたってことですよね。まあ、そうやね。まあ、白馬をもう擬人化して見てたってこと。もうでかくも見えなかったんですかね。ブースから水の中から出てくるのも全然すごいと思わなかったでしょう。おっさんっぽい。ザまあ、でもいいですね。いい。動物坪田ちゃん、最近多いですね。坪田ちゃん多いですね。じゃ、僕いきましょう。はい、じゃ、僕行きます。ええ、大阪市生野区の、ええ、かなぱ さんのツボタちゃんはこちらえこの前和歌山のアドベンチャーワールドへ彼氏と行きましたいい、ね、念願のパンダの子供ユイヒに会えて感動しましたがそのお父さんパンダエイメイがめちゃくちゃ絶倫ですごいとの噂で実際に見に行ってみると、うん、さッサを 焼き鳥の串みたいな食べ方でモリモリ食べている様子がさすがの貫禄で壺にはまりました。動物はやっぱね。絶倫って。またおっさん動物や。おっさんですね。絶倫っていう情報が入ってるってことですか。だからちょっとそうですよね。行った方が多分そういうのを見ている。だからってことじゃない。多分ほぼほぼ全員の親なんじゃないですか。 この、えいめいが。<laughs> あ、そう、あ、そうなんですかやっぱり。そうなんだ。えーえー そうらしいっすわ。かっこいいエイメイ。エイメイ。息子にエイメイってつけようかな。あんまりよま良くないこともないけど。お前を実父。つけた理由言うとき。パンダの少子化がね問題になってますから。絶縁になってほしいと。なんで僕はエイメイっていうの。確かに何かお寺のねお子さんみたいな感じだもんかっこいいですよね。かっこいい。かっこいい。いいね。紹介にとか載ってるんですかねあのこのパンダの名前とプロフィールみたいな。 あるじゃないですか絶倫とは書かんやろ他のパンダはめっちゃ書いてるけど A 名だけ絶倫。輪ゴシック体で子供にお母さんなんで説明する絶倫って何って言うときにまあまあまあそんなおもろい感覚の人おらん皆さん調べてみてくださいいいですねどんどん行きましょう神戸市東灘区にお住まいのラジオネーム長女ゆうさんからいただいたつぼたちゃんこち クラスで気になる男の子の可愛さがつぼったちゃんすぎます、えーうん、先生よ母さんと呼ぶのは日常茶飯事、えー、ついこの前なんてどんな茶に乗ってるんの質問にチャーリーの晴れとの答えが んと真剣に考えているとバイクのメーカーハーレーのチャリと言いたかったそう、えー、本当に言い間違いがかわいすぎてキュンキュンしちゃう私の大好きな坪田ちゃんですっリーなラブーこれうさぎさんわかるんじゃないですかいやわかるまあ 何やったっけテクニックさっきのやつですねこれテクニックの方がひどいけど相当ひどいっすけどいや俺スピードで勝負してしもうてそこスピード嫌のとこやけど意識してたんでおいくつなんやろうね何歳なんでしょうかわいい結構ハーレーのチャリヤーってことは結構ねその明るい感じの男の子ですかねそうはな多分ボケ用というかなんバッていう感じのチャリーのハーレーや チャーリーのハレーシャーリー師匠のなんかみたいな感じで <laughs> 俺らはハレーハレーがわからんけどハレハレシャー,ーハレーやいいですねラブリー可愛いいいで壺ですねどんどんいきましょう、うん、はい、えー、大阪市この花区アイラブシャーシンさんのツボタちゃんはこちら、えー、最近朝早くに電車に乗る機会が増えましたほい 満員電車に比べると気持ちが楽になりました、うん、そこでぼったちゃんなんですが、うん、いつも座る車両におばあちゃんがいるのです、うんえー、その方はいつも何か本を読んでいて気になっていました<う>、えー、ふと近づいてみるとゴ、うんうん、ゴルゴ13でした <laughs> <ー>、えー、絶対に読みそうにいないおばあちゃんが読んでいる姿がぼで <laughs> 逆に微笑ましく感じました。<laughs> 漫画の力って ドゥーク統合の魅力ってすごいなと改めて実感しました <laughs> ちなみに別の日も違う間の「ゴルゴ」を呼んでいました。ゴゴゴゴルルが大好きな<ー>

えー、続いていきましょうラジオネーム、えー「ゴンからのプチン」さんから頂いた坪田ちゃんこちら、うん、私がつぼっているのはチリの先生です、うん、その人は私のクラスの副担任で部活の顧問なのですが副担任や顧問をしている時はすごく静かなのに授業になると人が変わったように明るくなって独特の語呂合わせを教えてくれます。うん地方、えー、絹産業 ランカシャー地方麺産業マンチェスターでをラーメンマンとか、うん、ヨークシャー地方、うん、羊毛産業リードで、えー、ヨーヨーリーという感じですこのギャップに積もってしまいますという<ー>いつもは寡黙な感じ静かやけど<ー>、えー、ランカシャー地方が俺はちょっとも額がないからどこか分からんねんけど多分ヨーロッパ。<laughs> なんかあるんです、ね、なんかなランわかりやす覚えやすいんですかね<分>それランカシャー地方があるんやないいですねその寡黙な先生がやっぱ授業ってなったら、うん、もう覚えてくれるように考えていきてますよね、うんうん、いい,ねいやこういう人人気でしょうね、うんうん、何年もやっててその、うん、テンション上げた方が生徒も 喜ぶというか、<laughs> <laughs> なんか上手いこと言おうとして、してないよ別に。<laughs> 結局言えなかった,たい、ね。いい先生やなと思ってってさ、<laughs> はいはい、でも変な人、変な人というか変わった人多いです。多い。まあ先生、<laughs> まあ <laughs> 特にいらっしゃる僕高校の時世界史の先生が <laughs>、うん、なんかあのー。 クラス教室に鍵がかかってて入れなかった時に思いっきり足で蹴り上げててそれをなんか反対の塔から見てたんですよそれでもうなんか壊れ多分鍵壊れて全く動かなくなったかじゃんなけどめちゃくちゃ焦っててそれもまあ走り去って握りにいったんけど変わってんなって闇金の取り立てみたいなんですよガンガンっていや学校の先生はやっぱねちょっとすみません勉強ししまょう地方 ヨークシャ地方がちょっと。ラーメンマンと。ヨーヨーメンマン。いますよね、ヨークシャーテリアみたい。あ、ほンまっすか。ランカシャー地方やから。あ、ランカシャー。わからん、まあ、それが。ヨークシャー地方。冷たいな。違う。ベスト、まあ、いいけど。はい。行きましょうか。ええ、八尾市の花からミントさんの坪田ちゃんはこちら。私のデスクの隣に座っている女性の先輩社員が。お茶やコーヒー、何かしらの飲み物を飲んだ後。 前までは出さなかったのに最近になって「うんは <laughs> と男女の営み男女の,男女の営みの時に出すような声を必ず出します <laughs> 最初聞いた時は笑いをこらえるのに必死でした <laughs> その女性は最近結婚したばっかりで毎日ハッスルしてるのかなと考えると笑いが止まりませんでした <laughs> もうお茶の時に出てもてんかな 喉越しの時がなんかこうツ,ツボの人いるじゃないですか。んうん、飲んだ後飲んだ後お茶飲んだ後,ん後これってま年、あ、取ってくるとちょっとで増えませんこれわかるえどういうことそのなんか食べ物とか食べた後に、うん、<laughs> みたいなそんなに幸福を感じるじゃないけど暑いお茶とか飲むとな。 とか、やってまうとか、おっちゃんとか、思うじゃないですか。うん、確かに、やってしまっているかもしれない。でも、なんか。えろい、えろい。男女。お前、文章読んでるだけやろ。お前の想像やろ、それは。お前、ボイスメモ入ってたよ、ボイスメモにした。別府的には、そう思ったっとこで。うん。はい。あ。お前が。 うんファーンっなんで聞いてんルパンみたいなのなんでもう一回聞いてんフジコちゃん毎日発送してるのかなと思うと笑いが止まりませんって感じだから、まあそのエロさがいいんじゃないわからないけどエロさがいいんじゃないエロさがちょっと聞きたいですね本物をねうん。 確かに聞いてみたい、うん、ちょっとそれ音源をなんとかね <laughs>、はい、秘密裏に MBS さんまで送っていただきたいいもう一個言きましょうか、はいえー、大阪府在住のなにわスワンキーズ小島ラテさんからいただきました<え>一緒に飲みに行った女の子がグラスの水滴を取るためにグラスをしごいているのを見て笑いすぎて嫌われた <laughs> という

み聞いたんじゃないですかちょっとエロい話したから京王 <laughs> 劇場であったけどひともこれを送ったとか言,か言ってこないっすから、ね<ー> もう当たり前みたいになってるんですねそう怖いですあとカニ最近食い過ぎてますねあいつカニめちゃくちゃカニすごいカニ料理やみんなでみんなでカニほじくってましたね。みんなでみんなでラッテよかったらフォローしてくださいはい、皆さんさあということでございましてもう一度おさらいしましょうか私の方が白熊クマザバーい。とチャーリーのハレとラーメンマンヨーヨリー先生ですね と、えー、小島ラッテでございますね、はい、<laughs> え僕が「えー、<laughs> パンダの絶輪」うん、えっとこっちが「えー、っとゴールゴ」。かったねえ

まあやったりアッハンがベースにあるってことだよねそうそうアハンですね誰もゴルゴ選ばんのかいゴルゴ誰も選ばんやんアッハンでお願いしますラジオネームなんですかアッハンさんは八尾子の花からミントさんですおめでとうございますおめ MVT でございます皆様のツボにはまったメッセージお待ちしておりますお便りを採用させていただいた方には我々 我々ののマルセイステッカーと色紙そしてえ今週の MVT 先ほどのえアハーンのえーメールの方にはですねえ受賞者のお名前とえ僕たちの一言おまけ付き特別サイン色紙をお送りいたします。ということでございまして以上今週の坪ったちゃんのコーナーでした。 さあここから引き続きえーメーーールのコーナーに行きたいいと思いま,すえまず池田市にお住まいのラジオネームみどりみどりさんからいただきましたえマルセイユロングコートダディの皆さんこんばんは初めてメッセージを送らせていただきます数週間前から万劇ミッドナイトパーティーにはまり過去の放送を聞いていますありがとうございます突然ですが どうまえさんははいびっくりしたどうまえだけでそんなはずにどう <laughs> まえ <laughs> さんは、はい、福井県大井町出身ですよねあそうですよ、えー、私も福井出身で二<ら>、えー、年前に鶴ヶ市から大阪へ出てきましたそこでどうまえさんに質問なのですが、はい、福井で思い出の場所や食べ物はありますか、うん、また大阪に住んで変わったことや変わらないことはありますか ちなみに私はエスカレーターで右側に乗るのが身につきましたがいまだに地下鉄に乗るのはちょっと緊張します津田さんベップさんウサギさんの地元のお話も聞きたいですなるほど東京の方大阪に出てこられてねちょっと質問多くて何も覚えてないなんでやねんエスカレーター皆さんどこですか僕は大阪ですね僕宮崎です僕岡山ですあ、バラバラやエスカレーターどっちですか 疲れた左ですよね大阪って左で待って右が上る人僕正直ほんまに毎回どっちか分からんのですよで大阪でってこと確かに並んでるからそっち行くみたいなそう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 意識してないから。大阪が右そう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 はううそそう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 うそ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 

どこの感じなんかも知らんねもしかしたら東諸方郡って穏やかな多分だって学校の全校生徒で三十六人とかだったのえ好きね好きね好きね好きなのもうちょっと撮ったもうちょっと撮ったうん なんかでも田舎すぎてその友達となんか遊ぶ <laughs> 友達ときはなんかここの切り株に集合なみたいないやこれもこいつが勝手に言ってるだけですよマジでやばいっす誰に聞いたん俺ほんなんなんでより田舎にするのそんな <laughs> いやそうかよ。なこれ <laughs> この話は嘘なほんまなこれどれですかどれですか切り株集合なとか嘘です嘘ほんまに あれじゃあ、なにこれえ、どういうつもり<え>あ、コインしに聞いたかったこいつがイメージで多分言ってるだけやと思う怖っいや違う <laughs> 違うんだけどなぁ <laughs> だって本人が違うって言ってるからなう、まあ、違うかもしれないですけどその、どう前ね、あの、うん、NGC その吉本のなんで同前の質問の時にウサギが深井まあまあいいけど深お相馴染と出てきてるんですよ深井 NSC に友達と入ってきたんや深同じ名タショーで深福井県住みます芸人をやってる飯飯飯やがれコニオですねコニオかそうそうなんですねそうとお相馴染そのちっちゃい頃から深井そいつに聞いたんかもしれないですその話は深井へえ、じゃそれ本当じゃないっす深井ほんまなんじゃんうん、コニシの方がちょっと村 一緒か全くょっでも俺の住んでる地区は役場とかあったからやっぱちょっと都会だったのかもしれない自販機とかもあったし今年はキャンプ場やろ小西確かにん。後で裏ですよこの質問で思い出の場所とか思い出の場所思い出の場所はキノコの森かなキノコの森にそれでもこれは福井にあるんですか 遊園地ですか遊園地というかレジャー施設みたいな<ー><ー>まあ USJ 的なまあ言うたらそういうことやねんかローラーの滑り台みたいなあダンボールシーティー、はいがめっちゃ早くバーベそれにちっちゃい頃行った思い出があって多分ち、うん、っちゃい頃行ったからかもしれないですけど多分1キロぐらいあるんですよ長さ。

低コスト。広大な土地を有効に使う面で、で、あの長く作れる低コストで作れる。そのし調べたそれは。調べてないです。ありましたもんほんまにめっちゃ長いやつ。ウサギがちょっと適当だな。適当じゃいですよ。ちょっと危ないな。岡山だったんで僕も。岡山。ちなみにこの人初メールだどうまいが。あ。 福井出身で今日出るからということで初名ロング。内緒発明。ありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっといろいろありますけどもう一ついきましょうか。はい。これいきますか。東京都町田市にお住まいのラジオネーム51の朝さんからいただきました。東京。マルセイユさんロングコートダディさんこんばんは。こんばんは。最低なのは重々承知で質問させていただきます。うんうん。タか。 私は昔からすぐ男性を落としたくなってしまいますですね、はいえー。自分のことを好きと言ってもらえるのが嬉しくてタイプじゃなくても生理的に無理でなければ文字通り片っ端から言ってしまいますでも自分に惚れてくれた瞬間から一気に冷めて興味がなくなり気持ち悪いとさえ思う時もあります 今、十歳くらい上の男性から好意を持たれていて、もう少しで釣れる感じなのですが。楽しくて仕方ありません。<ー>要は、承認欲求が強いなと思う、強いのだと思うのですが。どうしたら、この悪い癖をやめられますか。本当の恋をするには、どうしたらいいですかというね<ー>。<ー>これはもう、わかりますよ。あら、あ恋愛、どう思われい。これがわかるんで、この対処法がわかるっていうか。ああ、この片っ端から生きたい気持ちを抑える対処法。うん ドラクエやったらいいで多分そのゲームとして考えてるからロールプレイングゲームというかだからラスボス倒したらもうどうでもよくなるんですよそのなるほどなラスボス倒した後ラスボスがめっちゃ話しかけてきてもしんどいじゃないですかちゃんとこれそうだな絶対ゲーム感覚でやってるからほんまにゲームでやったら多分割と興味ないかもしらんけどまあ一回な一回やってみてやったら ドラクエなんか思う。みたいなドラクエめちゃくちゃおもろい。らロールプレイングゲームとかするね。ポケモンはいいの?。ポケモン。ポケモンだから、その、言ったらゲットするっていう意味では。じゃ、似てますもんね。ポケモンは、まあ、でも、そのクリアした。達成感がないってことですよね。あるやろ、達成感。なんでないね。ポケモンクリアしても、結構や、やる、やることあるやん、ポケモン。まあ、ゲット。全部集めたり。そうそうそう。でも、ドラクエだってクリアしたらさ、また、戻ってしまうんじゃないですか男の人に。 で、それ新しいドラゴンを買い付けてないって。鍵にあるだろう。水かけ水かけのしか出てねえからさ。別府音的にはこのラジオでずっと別恋愛府音で僕もそう思ってるんですけど、もうやれるとこまでやった方がいいと思いますね。おお、やれるとこまで逆の発想に。あもうええわってなるでしょ。行き過ぎたら。なるほどな。もうええわってなった時ぐらいが終わりちゃいますでもと。 でもこれは多分ラジオネームやからででで、ね、51で10歳くらい年上やったら60代の方やから、まあ、そ,うそうねいかついなと思ってたんですけどいや若い一人ですよね多分多分そうです、ね、やわ、うん、あ,れあれはあの、うん、落としたら、はい、シール貼ってって壁の紙に。うん ある日突然そのシールの多さに自分で引いてもらう時が絶対来るからためといてあっそれいいかもしれないブツブツなってるやんっていきすぎいきすぎそれ金パターンでもいいかもしれないですね1回1万ぐらいなるほどね1万は結構やな1回1万は1もあったらドラクエめっちゃ買えるもんなドラクエ貯金をいった数だけドラクエしたくなってないかなるかもしれないし。 そう僕ほくろいっぱいあるの嫌なんですよ。それをその一回落としていくことに貼っていくっていうのはどうですか。めっちゃホクロあるやんみたいなもう。私こんなにやったもんみたいな。佐々木さんダメですよ。ダメな。そうですね。僕はなんかダメですもん。ダメじゃないですよ。気持ち悪くなるんで面白いけど。エゴがエゴが入ってます。エゴが入ってる。ダメだよ。いやスタートから始まって皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。メッセージを紹介した皆さんには僕たちマルセイユと 今夜のゲストロングコートダディのサイン指揮師そしてマルセイのステッカーをセットにしてプレゼントいたしますまた過去に放送したこの番組はすべて YouTube でも聞いていただけます、えー、万劇ミッドナイトパーティーで検索してくださいここでしか見られない収録後のおまけ動画もあるのでチェックしてください<ー>ということでございまして、うん、あっという間にエンディングがでございましてねロングコートダディ告知があるということでございましてござ、はいます ええ来る三月二十一日来る来る三月二十一日水曜日夜九時からですね吉本漫才劇場で僕たちの単独ライブピンクタイムトリップございますはい前売り千二百円となっておりますのでどしどし来てくださいチケット吉本で発売しますので皆さんよろしくお願いしますこの日は一応祝日なんでねそうです僕の誕生日ですよあそうなんですかそうなんですよ 三二一の日。三二一の日でございます。はい。は、出てもらおうかな、はい、じゃあ。多い。多い。<laughs> 時間。が九時。九時。九時だったら。どうですか,すか。出れますね。あ、ますか。はい。じゃあ。あ やっぱいいです。それは失礼よぞ。まあコンセプトがありますから。最後最後あのマックしまってそこに津田さんの画像映す。絵はするかもしれない。絵は。むちゃくちゃ恥ずいは気使ってもらいます。ちょっとエンディングで津田さんの画像いっぱい使って。いやいや絵はいいですね確かに。もうもうねもう面白いコントたくさん見れます。はいコントいっぱいやるんでよろしくお願いします。そして我々マルセイもちょっと先でございますが4月の29日の日曜日夜の8時30分からですね。 吉本漫才劇場にてマルセイユ単独ライブリスタートという、えー、イベントがございます、うんえー、まあこの漫才ばっかりもう今回はしようかなと思っております、うんえー、チケットが1500円でございましてチケット吉本で販売しておりますので、はい、ぜひ皆さん購入していただきたいと思いますよろしくお願いいたしますリスタートっていうのはなんか失敗失敗したんですかそうですねええ 失敗というかまあいろいろ去年ありましてね前回がラストダンスやったのでまあそれがもうあかんかったらやめようと思ったんで今回はまあそっからスタートそっから再スタートという意でリスタートというねかっこいいこれは絶対見るべきだありがとうございますスタート一発目とですねこれがだから新しいシンマルセイのね発ということでございますどちらの単独ライブを見に行っていただきたいと思いますいかがでしたかでも初めて出ていただきましたがすごい楽しいですね <laughs> すごい岡山鉛じゃないんですけどラジオ好きなんですよ、うん、僕むちゃくちゃ。顔見られないんで だいぶ醜いやっぱいやホクロじゃねえけどほっくろだけじゃねえけどお前どうでしたでもこのこの時間帯の多分ラジオ出るのは多分初めてなんでなんかエロかったですねやっぱいやそう思いました思いましたこんなにエロいんだと思って普段エロくないですはい皆さんも来週聞いていただきたいと思いますということでございましておやすみなさいおやすみなさい